ハエは、四国旅客鉄道、西日本旅客鉄道が、岡山駅高知駅間を、宇野線、本守備山線、予算線、土産線経由で運行している、特急列車である。また、本校では、臨時特急、ウィークエンドエクスプレス高知とともに、土産線で運転されていた、優等列車の遠隔についても記述する。岡山駅で、山陽新幹線と接続し、 本州と高知駅を結ぶ列車である。特急、南風は、1972年3月15日に、山陽新幹線の新大阪駅、岡山駅間開業に伴って行われた、ダイヤ改正により、高松駅、中村駅間で運転を開始した。潮風と共に、四国発の特急列車であった。連絡線を経由して、新大特急、瀬戸と、 宇野駅で接続するダイヤを組んでいた。1988年4月10日に本市微山線が開業したことにより、岡山駅発着になり、L 特急に指定された。高松駅発着列車は引き続き残されることになり、この列車は四万都に解消された。1989年3月に振り越し機車両である2000系機動車を投入して、所要時間短縮を図り、 1997年には、土佐黒潮鉄道スクモ線への乗り入れを開始したが、運行系統の分割により2020年3月のダイヤ改正で取りやめとなった。南風の名称は、1950年10月1日、高松三橋駅須さき駅間の準急列車に、四国鉄道管理局が南風と名付けたのが最初で、公募により決定された。 1965年10月に急行列車化されたが1968年10月に足釣りに統合され、南風の名称は1972年3月まで別府駅、宮崎駅、西鹿児島駅、鹿屋駅間の急行列車で使用されていた。2021年3月13日現在、岡山駅、高知駅間に14往復が運転されている。 列車番号は 30D 号数。2往復が岡山駅宇多津駅間で特急、渦潮と3往復が宇多津駅、多度津駅高知駅間で特急、四万戸とそれぞれ並結運転を行う。並結時の原則として南風が編成の高知側に連結されるため、渦潮を並結するときは上り基準で渦潮が先に宇多津駅に入り、南風が 駅手前で信号待ちを行う。四万島を併結するときは、下り基準で、南風が先に、宇多津駅に入り、四万島が、駅手前で信号待ちを行う。四万島を併結しない、南風は、宇多津駅、丸亀駅、多戸津駅において、高松発着の快速、三方と南風リレー号と接続する。中村駅、宿毛駅発着の特急、足釣りとは、 奇襲天駅である高知駅の同一ホームで接続する。2019年3月15日まで運行されていた岡山駅スクモ駅間の所要時間は最速で約4時間35分で走行距離の 318.0km は2016年3月26日当時、在来線の特急列車としては全国第9位であり、JR 四国の車両で運行する。 特急列車としては最長であった。岡山駅、小島駅、宇多津駅、丸亀駅、多戸津駅、前通寺駅、こと平駅、淡池田駅、大ぼけ駅,駅、土佐山田駅、五面駅、高知駅、JR 四国の高知運転所、高松運転所に所属する2700系機動車を使用している。基本的に3両編成だが、土曜、休日は、編成が変更される列車がある。また、他客機には、 シマントを並結せずに単独運転となる列車があり、この場合は高松駅多度津駅間に接続列車として臨時、シマントが運転される。3両編成で運転される列車は2号車の普通車が指定席と自由席に2分しており、指定席は濃紺の枕カバーにその旨の文字がある。高松所属車は定期列車には使用されないが、増結時に使用される。 2000系運用時代、かつては1往復が N2000 系による3両編成で運転されていたが、2011年3月のダイヤ改正で渦潮1往復と運用が入れ替わり、南風の基本編成は2000系両3車に統一されていた。2016年3月のダイヤ改正からは、8600系投入に伴う2000系の転用により、南風は定期列車全列車が、 グリーン席を設定し2021年3月12日まで運用され2700系機動車に統一された現在も全列車グリーン席設定を踏襲している。幸福はアンパンマン列車として運転され1号車の指定席がアンパンマンシートになる。なお、南風で使用されるアンパンマン列車には JR 四国所属の赤と黄色の系に編成があり、 全土曜と休日には自由席1.5両を増結し、4両編成で運転されている。2000系機動車で運転されていた過去使用列車は2020年7月18日までは、土佐シオ鉄道所属のオレンジと2019年3月15日までは、JR 四国所属のグリーンも使用されていて、土曜に指定席1両を増結し、4両編成で運転されていた。なお、 全通寺駅、大ぼけ駅では、駅ホームの長さが不足するため、ドアカットが行われる場合がある。四万島を並結する列車では、これらに加えて、大杉駅、五面駅でもドアカットが行われる場合がある。過去の使用車両あたり列車が、岡山駅発着となってから、競合が想定される交通機関には、以下のような環境の変化があった。 JR 四国では高速道路の延伸への対抗として、吉野川を縫うように進みカーブが多い土山線での高速化のため、振り越し機能2000系機動車を導入し、1991年までに南風全列車の置き換えを完了した。1998年に土山線で発生した路盤崩落で約3ヶ月間不通になったことで、乗用車や高速バスに一部の利用者が流れた。 高知京阪神間だけでも、JR バスグループの JR 四国バス、西日本 JR バスやと差で、運交通、阪急バス、新規バスの運行する高速バスが、合計29往復運行されており、これらとシェアを争う形になっている。南風の利用者数は、高知道開通前に比べると減少しており、同じく、岡山発着の予算線特急。 潮風と比べると利用者は4割程度となっている。その対策として、2000系車両にアンパンマンのキャラクターを描いたアンパンマン列車を運行したり、京阪神方面の利用回復を狙った阪神往復フリー切符などの特別企画乗車券の発売、岡山駅での新幹線接続の改善などを行った。2000年と2005年の大阪府と高知県の間の 旅客輸送シェアを比較した調査においては、鉄道はこの両年でほぼ同じ比率となっている。高知市岡山市間には、所要時間が互角で、料金はほぼ半額の高速バス、両馬エクスプレスも運行されている。これに対して、JR 四国と JR 西日本は高速バスと、ほぼ同額で利用できる往復割引の特特切符を発売して対抗している。金曜。 土曜のみ運転する臨時列車として、ウィークエンドエクスプレス高知が、高知発土佐,佐山田駅と土佐山田発須崎行きで、それぞれ一本ずつ運転されていた。高知発土佐山田駅の走行距離は 15.3km で、博多南線を除く JR グループの特急列車としては、最短となっていた。2006年12月から運転を開始し、当初から金曜日、 土曜日のみ運転されていた。同年8月25日に起こった福岡海の中道大橋飲酒運転事故で飲酒運転が社会的な問題になった中、忘年会シーズンに合わせて戸佐山大行須崎行きとも本来の最終列車の後に運行された。2007年3月1日からは日曜、休日を除く毎日運転の臨時列車、ホームエクスプレスコーチとして運行された。 この列車は2008年3月14日まで運行されたが、翌15日からは名前をウィークエンドエクスプレスコーチに戻し、運転日も当初と同様金曜、土曜のみとなり、2009年3月14日のダイヤ改正に伴い廃止された。なお2006.2007年度ダイヤのホームエクスプレスコーチとして運行されていた頃は、5名駅で都桜塩鉄道5面。 那覇り線の臨時普通列車、ホームライナー秋と接続していたが、ウィークエンドエクスプレス高知への変更と同時に廃止された。車両は、四万と9号として高知駅まで運行される N2000 系機動車3両編成を充当しており、全車自由席の設定でヘッドマークは臨時となっていた。また、折り返し時の座席の回転を省略するため座席を 向かい合わせた状態で運行していた。国鉄キハ181系機動車、南風 JR 四国キハ185系機動車、JR 四国2000系機動車と桜潮鉄道2000系4両と JR 四国2000系2両2002年に運転された、リバイバル南風。ありがとうございます。